時は群雄割拠の戦国時代、各地の大名豪族たちはそれぞれの夢と野望を追い求め戦場を駆け抜け、ある者はその手に勝利をつかみ英雄となり、またある者は夢破れて戦の露と消えていった。そんな激しくも儚い戦の時代から400数十年、この平成の世にかつて越後の国を治めた戦国武将たちがよみがえり、上杉謙信公のふるさとである越後上越を世に知らしめるため、再び新たな義の戦へと出陣するのであった。皆者いざ参るぞ。幼き謙信公の側に仕え、後に王将鬼小島弥太郎の妻となり、共に戦場に赴いた。その麗しき容姿とは裏腹、武将たちにも劣らぬ武芸に数々の手柄を立てた越後きっての女武者、上杉女武者隊隊長松江。我が身に代えても親方様をお守りするのが松江の務め。上杉にあだなす者はこの薙刀のはっサビにしてくれましょうぞ。上杉軍第2陣ご出陣。上杉家の跡目争いを制し、天下を揺るがす戦の時代に謙信公譲りの義の心で立ち向かう。寡黙ながら内に秘めたる熱き思いが家臣たちの心を動かし、新たな上杉家を築き上げた名君主、上杉家二代目当主、上杉義平次景勝。謙信公の義と上杉の名を汚すことはこのわしが断じて許す。それこそがこの影勝の誇り、決して揺るがぬ我が義の道である。さあ上杉軍本隊ご出陣。若くして動乱の越後の国を治め、後に武田信玄や北条氏康らと戦い、越後の国を守り抜いたその力はまさに天を駆け上る竜のごとく、他国の領地を決して奪わず、弱き者のためにその力を奮い立たせた戦国屈指の聖将、越後国主上杉壇上昇筆謙信。毘沙門天佑、我に天命あるが悪を滅する力を与えたまえ。この謙信の義を信じ、助けを求める者たちの声が必ずや答えてくれようぞ。第91回謙信公祭が始まる前の今宵の宴を盛り上げるべく、こうして出陣してまいった。一同、まずはこの謙信の義の声をしかと聞くがよい。運は天にある。
鎧は胸にあり、手柄は足にあり、死なんと戦えばいい、生きんと戦えば必ず死するものなり。ご一同、命を惜しむな、なこそ惜しめ。ゆいが、こたびのこの熱き戦、必ずや勝利を手にいたすのじゃ。はぁ、力もお言い方すま。これよりの戦、まずは兵たちの士気を高めんがため、戦舞などお披露されてはいかがでしょうか。戦舞であるか。はっ、それはよき思案である。されは、この熱き戦、必ずや勝利いたすべく、戦勝祈願の戦舞をこれより執り行う。はっはっ、力はご一同、しかとご老人よ。91回天神高祭の前夜祭において明日から控える大戦を共に盛り上げていただくべく、この春日山神社境内にご参陣下された皆々様方の中からお一人軍奉行となっていただき、我ら上杉軍と皆々援軍の心の橋渡しをしていただこうと思う。しからば一同、こたびの軍奉行となられる方をこの場にお呼びいたせ。はあ、さあではよいか。まず
勝ちの木を我々と挙げていただきまするが、はい、その際の号令役となる軍奉行を、はい、この中の若君たち、姫君たちの中から選ぶぞよ。はい、はい、どうじゃ、はい、軍奉行になりたい者を手を挙げい。このまま置いてやってみたいと思う。おお、素晴らしい。さあ、じゃあ今手を挙げていただきまするに、素晴らしい、自ら手を挙げて答えてくれるとはなかなかの勇者だ。さあでは若君様や、まずは名乗りを挙げていただくお名前は。コウタ殿、うん、はい、コウタ殿、うん、一応聞くが、うん、足の城の城下の者であるな。まあ、はい。おう大丈夫か。うん、はいね、これからお主には体力の回しをおるぞ、はい、いいかな、うん、ではまずその勝ち時を挙げていただく前に、この采配を見せてください。あ、ではそれを持って、はい、先ほど勝ち時の言い方はこちらの足軽が皆のもとで指南をしてくれたと思うが、よろしいか。若君は、えい、えいと言うたら皆々が揃うて、おお、大きな声で返してくれるはずじゃない。大丈夫か。頼みますよ。お願いしますよ。大丈夫か。ちょっとお願いよ。いいよ、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 はい、そうじゃあ、はい、あの港を心を一つにしようと頑張るじゃん、はい、いいな。さあでは皆々様方、それでは勝ち時を挙げていただきまする。では勝ち時の準備だ。一同拳を上げよう。おー、かわいい。あとじゃあ暗いからと言うて後ろの方を油断するな。ここからでもなんとなく見えてるぞ。照明が当たってるぞ。大丈夫だよみんな、うん、大丈夫だよみんな。主の言葉は実に言えるんだけど、よいよい、うん、素晴らしいぞ。さあでは皆の者準備の方はよかそうだな。それでは良いか、わしのいざ勝ち時じゃあの後に続いて軍兵王さん、軍奉行殿、頼むぞ。それでは皆の者、いざ勝ち時じゃ。えい、えい、あもう一回、あと2回。えい、えい、あえい、えい、あ、素晴らしい勝ち時、軍奉行の大役を見事に果たされた。では、コウタ殿には我々の方から褒美を取らそう。はい、我ら越後上越上杉おもてなし武将隊の缶バッジでございまする。しかもこの軍奉行を務めた者にしか手に入ることのない非売品、はい、ありがとうございます。ありがとうございまする。どうありがとうじゃ。ありがとう、拍手よ。拍手よ、拍手よ、ありがとう。素晴らしいことよ。こうして今こちらの援軍のご一同と我ら上杉軍の義の心が一つとなった。あ、うん、おやさん、おう、これにて我らの勝利は間違いなしにござりますな。さようじゃ。こたびこの前夜祭においては、我がふるさとであるこの越後上越の民たちの力により、こうしてこの戦の勝利を手にすることができたというても過言ではない。皆の力があってこそ我らの戦、この献身交際は皆の力で成り立っておる。これから先10年、20年、いや100年、200年先のこの献身の義の心を皆の力で、思いで、ぜひぜひ語り継いでいただきたい。皆の者、その思い、決して忘れるでないぞ。では一度、時を処理。上杉軍、いざ、出陣にな。Thank you.
日の第91回天津高裁前夜祭においての我ら越後上越上杉おもてなし武将隊の演舞を皆々ご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、いよいよ本番じゃ。はい、皆の者の気合いを入れて祭りを盛り上げるぞ。盛り上げるぞ。盛り上げるぞ。行こうじゃ。はい、楽しみですね。もうなんかもうやり尽くしたかな。まだ始まっております。まだ前夜祭。まだあと明日9時からここでのろしが上がりますよ。